ってんの、写したろか。 いるんだもんだって。暑いよ。外も暑かったね。こんにちは。間に合いました。ギリギリやってんで。うん、よかった、間に合って。やろ。リオピーやって、マリオやんって言われてんで。おい。マリオだよ。何それ。こんにちは。ここになっちゃうんだけど、普通に。あっちでやった方がいい説あった。なんで？声出せるやん。わかんない。でも人来るよ。だよな。先輩たちに会いましたよ。こんにちは。お？切れちゃう。ね、切れちゃう。ねえ、最悪。充電すんの忘れてた。もう全然充電してないのにめっちゃ待ちんだけど。なんで？こんにちは。止まってるよ。本当だ。来ました。リオピースがいます。待ってる。待ってる。うるせえよ。うるせえよ。うるせえよとか言わないで。ランキング教えてもらえ。行けました。そうなんですよ。やっとわかった。ね。うん。なんで知ってたのリオピ。聞いたの誰かから。ファンの方に教えてもらった。え、じゃあそう、え、そういうことショールームして、え、そう、一回お礼配信やりますって言ったけど、うん、見方が、うん、例の見たか分かんなくて、うん、ここで見れると思ってたの、ね、一緒一緒一緒見れなくて、うん、でその日は一回やめて、そう、タワー書いてく くれた人にだけ書いて、うん、まず別日にやった。そう、また一緒やん私と。次の日にやった。でもこんなに遅くないよ。やめて。だってイベント終わった次の次の日。え、なんでできなかったんだっけ。なんか予定あってんな絶対に、何かあって、そう、リハが、リハでやろうと思った時にリハがあってみたいな。まあまあまあ、そういう時もあります。一緒やったリオピ。一緒やった。同じ過ちをしているね。うん、ショールーム初心者とかだからってなるよな、やっぱ、うん、配信のことはヨシミンに聞いて。確かに、ちゃんとヨシミンに聞いてさ、あ、そうなんだ、ね、ランキングをこうやって読むんだねって聞いたのに、どこで見るかをさ聞いてなくて。ああ、そう、最初やろうと思ってん、俺配信をね、やろうと思ってんけど、うーかさんの卒コンかぶってしまって、うん、うわっと思って一瞬でやめて、また別にしようと思ったリハが始まって、で今乗ってしまうっていう。大変大変。そう、それは大変です。そうなんや。コメント来てます？コメントはね、来てます。なんて来てます？お疲れ様です。お疲れ様です。で、こうやっていつも時間見んね、見て。え、ナウでしょ。なんで？今もナウで見る。うせやん。だってレナがそうやって見てるって。あ、ビューユーさん、スターありがとうございます。あ、ゆけさんもありがとうございます。スター、美しいリオピ様やって。誰？言われてんで。誰？チャミさん。名前覚えようも。そんな、そんないいこと言ってくる人は名前覚えます。チャミさん。チャミさん。チャミさん。めっちゃトップだね。アングルとか気にしてないし。だってこうやってレイナこうやって持ってほら、ほら可愛いじゃんこれ。昨日公園入ってて、なんかもう、なんかもう普通に動画見てる感じ。昨日公園入っててありがとうございます。阪神散々してしまって、え、そうやねん、今やばいねん。何、わかんないよ、そんな私の推し軍が、もうね、結構やばいの。なんかね、
何の話？野球。野球わかんないよ。ごめんなさい。ごめんなさい。野球わかんないです。最近ちょっとね、なんかね、やばいね。今日もね、途中まで見てきて、なんかね、やばかった。ホームラン打って。打たれたの？打たれた。そう。レーナが、レーナが入んなよ。どういうこと？レーナが。無理だよ。でも意外とできるよ。え、そうなんです。岡本選手はね絶好調、私の推しの選手は絶好調、うん、もうね見るたびにホームラン打ってた。いいよね。ねえ、それルームズのライブのアーカイブってあげた？あ、あげてないわ。ね、やり方わからなくて一生ね。これもやり方からね。え、一緒じゃん。わかるやり方、うん、なんかヨシミに聞かないと。ヨシミじゃなくてもわかるじゃない。アーカイブ残してる人だったら誰でも分かると思う。え、やっぱ負けたんですか巨人。私途中でしか見れなくて、でも確かに逆転されてるのは見たんですよ。逆転負けが一番悔しい。うん、逆転負けあって今日もな。でレーナが応援しないからだよ。してるよ。レーナが応援したら勝つから。うん、マジマジか、やっぱりあかんかったか、うん、確かになんか逆転された時点でうわやばって思った。そのホームラン打ってさ、うん、今日なんか嬉しかったのか分からないけど、その相手選手での推しじゃない選手の軍が泣いてて、嬉し泣きってこと？え、そう、めっちゃ可愛かった。びっくりした。今日昨日のあ、なんか分かんない。え、からしちゃんってさ、まだ呼ばれてるの？呼ばれてる。へえ、なんで？なんでからしちゃんだっけ？辛いものが好きだから。そう。ちゃん、いた、パキッつった。リアに言ってくれれば見るよ。確かにね、それ嫌なんだけど。なんで？もう本当に無理。なんで？これでモチベーション保ってるの？いや、え、ね、公演見学するので公演見学します。わ、ゆけさんありがとうございます。これなんだ、これココナッツ、ありがとう。ドアップ余裕やね。もうだって貯金してもすぐ連敗してなくなる。いや、もう本当にそうです。髪の毛、え、ちょ、本当にやばいの最近なんかね、うん、負けてんの。なんで？何が原因？何が原因なの？敗因を考えないと。なんでだよ。そうだよ、考えない。え、もう本当にね、なんかね最近ちょっとやばいよね。うん、理由わかんないよ。バレーなら阪神は分かるやろ。分かんない名前。大丈夫だよ。そうなんですよ。え、投げる人が好きなの？ん？いや、打つ人が好き。誰の選手が好きなの？岡本和真って調べてみ。調べますね今。覚えます。覚えて。レノシ選手これ、うん、オッケー、覚えた。ほんまかよ。奈良県ね、出身ね、うん、あの右で打つ人。覚えました。いや、ほんまかよ。え、違うよそれ。それ違うよ、これ別だよ、これ別の人。おはようございます。別の人だよ。え、この人か。そう、岡田和真の阪神ファンで知ってます。知ってますよ。知ってます、知ってます。あ、昨日ね、お母さんがね、レニア痩せたねって言ってた。え、嘘の、何で、公園で、うん、え、嬉しい。公園で見て、ありがとうね。お母様に、レニア痩せたらって言ってた。うん、痩せたよ。何キロ痩せた？ピークから、3か4ぐらい。いや、ちょ、お昼目がピークやってん。ピーク、ピーク。お昼目がもう、ありえないぐらい太ってた。一番もう過去一。へー。でそこから一旦インフルエンザになって痩せた。インフルエンザで痩せてんで。そういうこと。そういうこと。わ、のーちゃん、ラブの銀テープありがとうございます。
金テープだね、これは。金ですね。金ですね。はいはいはい、これですよ。これです。本当だ。ランキング読まないとオールアップになっちゃう。あ、そっか、時間がね。うん。やばい、今練習したよ。それの。じゃあね、ランキングやめます。皆さん15分ありがとうございました。いきますよ。いきますよ。そう、デビュー日が伸びた時、そう、その時にインフルエンザになって痩せた、ね、あれのおかげ。じゃあ見ます。んインフルになってたっけ。え、あれじゃん、あの公演初日の時。あ、インフルの人とコロナの人が、あれ違うよ、インフルだけ。あ、このアミちゃんと一緒に。分かった分かった分かった。で、ユウミさんがセンターやってくれたやつ。ああ、そうです、ね。そう、あの時。あの時か。あの時。じゃあそれでランキング見ます。13位の方がドラゴンさん、ありがとうございます。そして12位の方がヒロシさん、ありがとうございます。そして11位の方がヨイチさん、ありがとうございます。そして10位の方がタレパンさん、ありがとうございます。そして9位の方がのーちゃんさん、ありがとうございます。そして9位の8位の方がリッキーさん、ありがとうございます。そして7位の方がベリマイさん、ありがとうございます。そして6位の方がマイマイさん、ありがとうございます。そして、5位の方がヘスターさん、ありがとうございます。そして4位の方がかぼちゃなかずさん、ありがとうございます。そして3位の方から順にあだ名をつけていこうと思います。一緒に考えてよ、リュウビも。はい。3位よっちゃん、よっちゃんにあだ名考えて。え、一緒に考えよ。よっちゃんがあだ名じゃん。面白い頭しか映ってない。え、じゃあ電話考えるで、プロやから。オッケーオッケー。じゃあよっちゃんやろ、うん、よっちゃんか。だから元のやつを考えんねん。うん、名前だったのかな。うん、ようすけとか。ようすけ。じゃあようすけで。最低だよ、勝手に考えて。デッド2位の方がビビビビビさん。今日はね、あのね、ベベで挑戦してるから。え、ま、何これ、ビビビベベ。あで、でさ、ビビであだ名つけたりベベであだ名つけたりしてんだけど、今日はベベでやから、ベベで。え、変えたりしないの。どういうこと。ビビかベベしかない、2択しかないの。いや別に何でもいいけど。ビベそれつけた。ベビ、あ、ベビ赤ちゃん。ベビいいやん。じゃあベビで、ベビでありがとうございます。そして1位の方がゆけさん。ゆけさんはいろいろつけてきたよ。ゆっけ。それつけた。じゃあゆけ、ゆけ、ゆけ。あ、これ前言ったわ、前やった方じゃん。ゆけってゴーゴーみたいな。ゆけ、ゆけ。言ってる。え、西山ちゃんこれ。リホッピやん。書く。ゆきとんで。ゆきとんにするわ、じゃあ。なんで？ゆきとん。ゆきとん。うん。オッケー。ありがとうございました。プロやろで。うん。ありがとうございました。いじられた気がしてんけどって。ようすけね。ようすけ。ありがとうございました皆さん。あと、ありがとうございました。20秒くらい。ありがとうみんな。リョピもありがとうって、ほら。バイバイ。ありがとう。